こんなとこで何やってんだろう僕。本当にな。ま、それを明らかにするのもミルグラムの仕事だ。ちょっとびっくりさせないでよ監視君。ドアを開けるときはノックするってそこそこ常識じゃない？うるさい、指図するな。横暴なんだけど。尋問を始めるぞ。囚人番号9番ミコト。いやいや、尋問って言われても別に何も隠してることなんてないってば。名前年齢。茅野美琴、23歳。じゃなくてさ、僕はずっと君に話があったんだよ、監視君。なんだ、手短に済ませろ。ねえ、いつ終わるの、これ。は？いや、そりゃそうでしょ。急にこんなところに連れてこられてさ、人殺しだのなんだのわけのわからないこと言われて、何かのドッキリとかリアリティショーとかモニタリングされてる的な、そう思って我慢してたんだけど。だからこそ他のみんなとも仲良くやってたんだけどさ、テレビだとしたら映りとか気を使うじゃん。でもさ、あまりにも長すぎる。何なのこれ。お前まだそんなことを思っていたのか。ミルグラムが何かの冗談だと思ってるよ。思ってるに決まってるだろ。だって僕は本当に身に覚えがないんだ。罪を犯したとか人殺しとか言われても知らないよ。僕はただのしがない会社員だし。ふーん、なんだよ、人が真剣に話してるってのにニヤニヤして。考えてみれば初めてだと思ってな。全く身に覚えがないとしらばっくれる囚人は。しらばっくれてないって。マジで知らない。ほら僕の目見て、ほら。触るな、慣れ慣れしい。いいからちゃんとこっちを見てよ。ふん、どう、マジでしょ。知るか、嘘をついているような目に見えない、とでも言われることを期待したか。僕はそんな曖昧なもので判断はしない。だあ、もう。ん？いや待ってくれ、そもそも僕が何をしたか監視君も知らないんだろ。ああ、全く知らない。なんだよそれ。それで僕を人殺しだと決めつけるなんて横暴じゃない？横暴ではない、ミルグラムがそう言っている。僕にはそれで十分だ。なんで盲目的にそれを信じられるんだよ。話にならないよ。とにかく僕は本当に知らない。人も殺してない、悪いこともしてない。コツコツ普通に人生やってきただけ。それなのにこんな変なことに巻き込まれるなんてさ。そんなの冗談だって思いたいよ。思いたいだろこんなの。うん、僕にだって生活があるんだよ。苦労して憧れの会社に入ったばかりなんだよ。クビになったら責任取ってもらうからな。なるほどね、面白い。面白いことがあるもんか。よし、一旦その前提で話に付き合ってやる。思考実験だ。ミコト、お前は何もしていない。そう、その通りだよ監視君。一旦お前は囚人番号9番ミコトではないとしよう。そうだな、ただのミコト君だ。いいね、ミコト君で行こう。僕も親愛を込めてスー君って呼ぶよ。それはいらん、調子に乗るな。付き合ってやる代わりに一旦僕の言っていることを事実だと飲み込め。ミルグラムはショーなどではなく現実だ。ここが人殺しを集めている施設ってこととか、それを歌と映像でうんぬんとか。そうだ、
お前の言うことだけを信じるならば、お前以外の9人は全員人殺しだ。そんな場所にいるのヤバすぎるでしょ。みんな全然そんな人たちに見えないし、ほらそもそも小学生いるんだよ。それはアマネにあまり言わない方がいいぞ。めんどくさいことになる。え、なんで？まあお前の言うことはわからないでもない。僕も尋問していて学んだ。人の印象はどうしても外見に引っ張られるでしょ。ユンちゃんとかムッちゃんとかただの JK じゃん。ハル君なんて虫も殺せなさそうな顔してるし、フータなんて傘パクんのがやっとでしょ。ほらマッピーはただのいい人だし、まあカズさんとかシドウさんとか、あとコトちゃんとかは雰囲気的にワンチャンあるかもだけど。人物表参考にするよ、ミコト君。ただそいつらはミルグラムが選んだ人間だ。間違いなく人の死に関わっている。まあいいや、一旦信じる。ではそんなところに無実のミコト君が選ばれた理由は何だと思う？人違い。はあ。そっち側の判断基準の細かいとこに目をつぶるとすると、同姓同名だとか外見が似てるとか、そういう取り間違い。ミルグラムの誤作動ということか。そうそう、他に考えようがないもん。そうか。僕はもう一つ思い浮かんでいるぞ。お前は人を殺したことを忘れている。忘れている？人を殺したことを？そんなことありえる？お前が嘘をついていない。ミルグラムは正しい。両方の条件を飲めばこの答えが導き出されるのは自然だろう。忘れている？僕が人を殺したことを？人間はストレスを避けるために記憶に蓋をすることもあるという。乖離性憲法のように。ストレス。いやいや。まさか知らないうちに人を殺しているなんて。そんなことあるわけ。お前の発言を僕が信じてやるにはこの線で考える以外ないね。僕はお前のこと以上にミルグラムを信じているからな。そこを疑うことはありえない。いや。監視として断言しよう。お前は人殺しだ。ちょっと待って。ないない、たんま。頭おかしくなるって。やめてよ。嫌なことばかり言うの。知らないうちに殺人犯になってんの？ない。時間をやる。記憶の糸をたぐるがいいさ。人を殺した記憶がない殺人者だとすれば、どう考えるべきか。なあ、ミコト。何が、ミコト。ワックに攻撃を。まさか。ありえない。くそ、くそが、イラつかせんな。囚人から監視への攻撃はできないはず。うっせんだよ、てめえ。ごちゃごちゃ言ってっと叩き殺してやるぞ、カスガ。だらだら。
のくせに偉そうに。ざまあねえぜクソが。ロイよ。ああ、聞こえねえんだよ。てめえただのガキじゃねえか、ザコが。覚えてろよ、人殺しが。ええ。もっと痛いのが好みか。いいぜ、顔面潰してやるよ。やってみろよ。望み通りやってやるよ。命拾いしたわね、監視さん。肩が…なぜ？話は後。どいつも、こいつも、俺をイラつかせんだ！ほら！チョコバカ、すんな！典型的な素人の動きだけど…だぁ！この打撃の重さ、彼の筋肉量からは想像もつかない。しつけしつけ。長期戦はそこそこ面倒か。ハイキック一撃。まあ感謝して、気絶で済ませといたわよ。大丈夫？監視さん。肩が…お前…何？尋問で召集がかかる前に勝手に忍び込むと…はあ？まさか咎める気じゃないでしょうね。私が控えてなかったら死んでたのよ。なぜ尋問室にいた？カヤノミコトの奇妙な行動に注目していたから。隣の部屋だから目につくのよ。なぜ僕を助けた？あなたの存在は私にとっても利があるから。説明になってない。そうね、そこら辺は私の番で答える。順番抜かしをするつもりはないから。合に従うよ、今のところはね。痛めつけてくれやがって。監視さん、こっち見て。なんだこと。拳が途中で止まる。囚人からの攻撃は受け付けないってのは本当ね。じゃあなんで茅野美琴はあなたを殴れるの？心臓に悪い。やめろ。大体僕が知りたいくらいだ。なの。時間だ。出て行け、男。心象を歌と映像にするのね。私は見ちゃいけないわけ？認められない。出て行け。それにしても面白いことになったわね。あなたも分かっているでしょ。先ほどの行動から茅野美琴は乖離性同一性障害、いわゆる二重人格の可能性がある。まだ虚言芝居の可能性も捨てられないけど。ねえ、どう思う？私は本物を見たことはないけれど、仮に彼が本物の多重人格者ならば、別人格が犯した罪は主人格が負うべきなのかしら。肩か。それを考えるのは僕の仕事だ。囚人の、お前の仕事ではない。それが真実か、それが罪かどうかも含めて、
僕とミルグラムだけに判断する権利がある。はいはい。いいわ、任せる。じゃあ私はこれで。おい。何？助けてくれて、ありがとう。どういたしまして。わけのわからないことばかりだ。だが、仕事はしなければならないな。いって！何？何すんの監視君？なんで僕いつの間に、なんだこれ。頭いって。だろうな。てか、監視君も傷だらけじゃん。どうした？何があったの？何も覚えてないんだな。え？何？何のこと？散々散らかしておいて、なんとも腹の立つ。だが、いいだろう。その態度、挑戦状と受け取ったよ。お前からなのか、もしくはお前以外の誰かからなのか知らんがな。だから何のこと？囚人番号9番ミコト、さあお前の罪を訴え。